食べたいと思います。よーし、アパ、はい、どうもパテマス協会でございます。ただいま11時15分早めの昼飯をいただきたいと思います。というわけで本日は男ののっけ丼じゃいい、こてっちゃんニラキャベツで卵とベーコンと玉ねぎで炒めたやつ、コロッケと冷凍のキャラ揚げ、はい、これでどう絵面的にこっちかな、こうか、これか、これがいいか、コロッケでも見えへんけどこれで食べたいと思います。ピント結構いいんじゃないこれ、うん、サムネ的な感じになったね、いい感じのね。というわけでいただきにゃんみょす、にゃんみょしゅ、このもんからいただきますか。いつものあのこてっちゃ、うん、間違いない。これはうまい、うん、玉ねぎとベーコンと卵、味付けは塩コショウ、卵に白だしとマヨを混ぜてます、うん、シンプルイズベスト、うん、うまい。午後はちょっとだけ忙しいんで、これは栗と芋のコロッケ、うん、甘め、でもそれはそれでいい、うん、ホットケーキだわ、アメリカンドッグの皮のような味がします。だから午後からちょっとだけ忙しいんでまだね、朝も9時から働いてたんで、10年間でもその日記の嵐山絶景編まで編集が全然できてない。頑張って編集せな。うん、できれば今日中に公開したいんやけどな。無理かもしれんけど、うん、今日はね、夜ペーターさんが帰ってきますんで、ちょっと若干早めなんで、飯も遅く来るときはね、もう食って寝るまでの時間が短いんで若干消化にいいものにするんですけど、
早い時はねやっぱりがっつり食いたい、うん、まあ一応今のところは早く終わりそうならしいんで何かご飯ね準備しとこうかなと思っております、うん、うまい。甘いコロッケ先食べちゃおう。うん、甘いね。アメリカンドッグの皮のような味だ。寒くなってきたから明日気合入れて薪作りを終わらさないと。で、あさっては接骨院、うん、歯医者歯石取りだ、うん、30日にね、うちの家の玄関の舗装工事が入るんですけどもそれまでに撤去しとかないといけないものも結構あるんで、明日ぐらいから準備しとこうかなと思っておったりもしております、うん、ミクスチャー飯になりました。ミクスチャー系ですね、うん、この辺ね、うん、うまい。こういう飯ってさ、お弁当とかでいろいろ乗ってたりとかしてさ、あるけどさ、家でやらんよな、うん、でもうまいんですよ、うまいんです。まあお一人の時でもね、ワンプレートやけどご飯とよけてやってたりするやん、のけないでしょ、乗っけて、うん、はい、じゃあパテモス協会本日は男の乗っけ丼、こてっちゃん、そして卵の入りつけで、キョロッケとキャラ揚げでございました。ああ最高でした。
今日一日頑張ったら休みなんで、後半戦も後半戦午後も頑張りたいと思いますというわけで、ごちそうさまでした。皆様良い休日をお過ごしくださいませ。今日は天気も良さそうなんでね、野原を駆け巡ってください。ほな。